下久保峠は、神奈川県足柄上郡大井町市の久保にある海抜250メートルの峠。峠道は、江戸時代には街道であった、倉沢王館の一区間であった。大井町から直接、秦の市に抜けることのできる数少ない峠である。現在は、神奈川県道708号秦の大井線が通じている。下久保峠からは、 素晴らしい富士山の眺望を堪能することができる。峠には富士水塚と呼ばれる塚があり、この塚はもともとは矢倉沢王冠の一里塚であったのではないかと言われている。自称四年に源の頼朝が伊豆で挙兵した後、頼朝は武士の士気を高めるために富士の巻狩りを催した。その際に立った、この峠で見た、 富士山の眺望に心を打たれた頼朝は、近くのえのきの木の下に馬を止めて、富士山を眺めたという。現在この富士水塚には、府、シリング地震と刻まれた石碑が残されている。この石碑は、明治5年に、住民の手によって、再建、寄進されたものである。篠久窪の集落付近には、神奈川の古道五十千矢倉沢王館の篠久窪付近。 と書かれた標柱が建てられており、峠道がかつての街道であったことを忍ばせている。篠久保峠を貫く、篠久保トンネル県道708号線が通っている。篠久保峠区間は1車線内しは1.5、車線という狭いな区間が多いため、当初はすれ違いすらできなかった篠久保トンネルをはじめ、回収作業が行われている。植木地市。 神奈川の峠神奈川新聞社14から15ページ。ありがとうございます。